ちは。こんにちは。さあ、ゆだかさん、はい、まあ、ここに来てちょっと野球界バタバタとまたいろんなニュースが入ってきましたけれども、入ってきてるな。まずゆだかさん、まず一番に、あ、よかったなと思うのは鳥谷だな、うん、ねえ、なんか報道もさ、はい、何もなかったじゃない。全くですよ。まあキャンプ行ってもさ、はい、もう当然のごとく鳥谷の姿って見れないわけじゃない。だからどうしてんのかなっていう気にはなってたんだけどさ、まあ、ロッテがね差し伸べて手を、はい、で、まあ、契約に至ったということなんだけど、うん、まあ、よかったよね。よかったですね。で、背番号が00、ね、で、うん、ユニフォーム似合ってましたね。だから似合う似合わないっていうのは大きなことでさ、そうか色とかさ、うん、そういうものが合うか合わないか、うん、まあ言えばロッテが、うん、あの阪神とよく似てる、まあ、黒基調で ね、 そうですね。ただまあ途中でいろいろ色は変わるんだろうけども、はい、だから阪神もそういうことしてるし、はい、まあ、似合ってるっちゃ似合ってるよね。ですよね。分かんなかったので、まあ、言えば関東の人間だし、ね、こっちに、まあ、できれば帰ってきたかったっていうこともあるんじゃないのかなと思うけどね、うん、はい。あとロッテ側もね、その内野手、あのショートだったりセカンドがちょっとね、あの年齢層が若くて怪我したりとか、ちょっと出れないとか、まあまあ、そこもあるけどさ、うん、やっぱもう経験値がやっぱ全然違うじゃない。だからまあそこでのアドバイスだとかさ、うん、あとはこう代打の切り札だとかさ、うん、そういうのでは使っていけると思うけど、うん、試合数をどのぐらいこなすかだよね。どのぐらいで予想してますか。いや、もう鳥谷に頼ってるようでは、うん、やっぱりロッテも苦しいと思うんだよ、はい、だからそういう意味では、あの何試合でもいいから、うん、あのその経験値をこう与えていくという、そういう立場であってほしいなっていうふうには思うよね。そうですね、若手にこう、ね、そうそうそう、教えていくっていう。そうそうそう、うん、だからまあ何よりやっぱりユニフォームを着たいという人間が、うん、まあ、着れたというね。よかったね。そこの安堵はすごくあるね。でもそういう時っていつぐらいからね、なんか急に来るもんなんですかね、安堵って。例えばなんか1ヶ月ぐらい前からちょっと接触来てとか。いや、取りたい、まあ、まあ例えばこの選手がこういう風になったら、はい、じゃあお願いねって言えるような失礼な選手じゃないじゃない、はい、やっぱりれっきとしたもうね、ミスタータイガースっていう称号ももらってて、はい、あのまま引退しますって言ったら、うん、俺阪神の監督の道っていうのは絶対あったと思うよ、指導者とか、はい、でもそれを蹴ってユニフォームにこだわって、そういう選手にね、いつ日になったら契約しますからとか、うん、そんなことはないよね、はい、うん、だからチームの、あのなんていうの、まあ戦力を見た時に、はい、やっぱ鳥谷というベテランが入った方がバランスがいいっていうふうに、まあ、ロッテも判断したんだと思うしね、はい、だからまあそこは本当に、まあ、拍手だよね。そうですよね。よかったなと思うよ。まあ鳥谷っていうのは俺は好きな選手だったし、はい、で頑張れる人間だから、うん、で試合も休まずさ、はい、そういう精神力も強いし、うん、だからそういうのを植え付けてって植え付けてくれるとね、あのいいよね。そうですね。あとツイッターとかで見ても、その阪神ファンの方がロッテ行ってもやっぱり応援したいなっていうふうに思えるっていうのがたくさんあったんですよ。まあそうそうだよね、うん、いや、うちのチームからいなくなるからもう応援しないとかじゃなくて、はい、やっぱもうあそこまで行ったらさ、うん、なんかプロ野球の宝みたいな感じだから、はい、まあもちろんいい数字も残してほしいしね、うん、あの金本がさ、はい、広島から FA で阪神に行った時に、まあ、連続試合出場とか続けたのね、はい、そしたら他の選手にも影響力があって、うん、休まなくなったの、ね、でプラス鳥谷がいるでしょ、はい、だからみんながね休むっていう、怪我したから、うん、ちょっとボールが当たったから休むっていう感覚じゃなくなったんだよ、うん、で鳥谷っていうのは連続試合はもう途切れてるけど、そういう精神をやっぱこう植え付けていってほしいなと思うよね、うん、やっぱレギュラーって我々の時代ってさ、教わったのは何があっても出なきゃいけない、うん、まあ親の死に目も会えないっていうようなことも言われたぐらい、やっぱレギュラーっていうのは出続けなきゃいけないという、うん、でもそれをこう実践できてた、まあ鳥谷はね、まあそういうことも含めて、あのレギュラーを数多く育ててほしいよね。そうですね。だまあ期待したいよね。はい、はいはい、さあ他にもちょっと野球界で気になるニュースと
ていうのは、まあ、やっぱ開幕の延期だよね。そうなんです。まあ、これはもう仕方ないけどね。その無観客でその開幕を20日に迎えるのかなと思ってたんですけど、うん、それは取らずにでした、うん。まあ、相撲が無観客だったので、うん、オープン戦も無観客だったので、まあ、相撲の始まる時期と野球の時期とはちょっとずれてるよね、うん、それとその安倍さんが、はい、安倍総理がこう限界令というか、はい、出した時期もまたちょっと違うしさ、だからまあそこら辺でこう考え方っていうのもずれるし、はい、ただ決定を出したのに J リーグと日本プロ野球機構が共同でものを考えたっていうのは、これはなんか新しいよね。いや、そうですよね。一緒にっていうのはびっくりしました。だからそれだけやっぱ危機感というのも感じるけども、はい、協力し合えるような体制ができたっていうことは一つ喜ばしいことだしね、はい、うん、だけど無観客でやらないということで、まあ、例えばその延期をする、はい、で延期をしてこっから始めるって言った時にお客さんを入れれる状態だったらいいけどさ、延期したはいいけど、うん、ま、もう我慢できずにもう無観客でやるっていうんだったら、じゃあもう20日からやっといた方が良かったんじゃないかっていうことも言えるけどね。そうなんですよね、うん、で選手の移動だとか、はい、そういうことも含めてすごく慎重になってるよね。まあ、まあ、例えば同じポジションで被ってる人間は別班で移動するとかさ、何かどっちかにあった時のことですよね、うん、だから感染率を下げるためにね、うん、やるんだろうけども、でもミーティングって言ったらさ、はい、まあこういう状態だからミーティングみんなで一堂に集めるということはしないかもわからないけど、はい、まあ、仮に集めた時にはさ、例えば移動が別でも一緒になっちゃったらさ、はい、まあそんな意味ないよね。意味ないですし、うん、じゃあ皆さんね、ユニフォームでマスクしながらミーティングってなんか、まあ、ちょっとイメージつかないし、じゃあなんかここにやるのかなとか、どうなんだ、なんかテレビ会議みたいな感じで、そうなのか、コーチからこう直接こう来るのかとか。だからもうこれね、難しい、まあ、そんなこと考えてたら開催できないよね。そうです、ね、もう本当に就職するまで、うん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 、それはもう無理だよ。ですよね。あと見る側のファンも、例えばスクワット、うん、あの広島の応援のスクワットをちょっと禁止だとか、あとジェット風船ですよね。いや、そうなの、全く無理だよね。そう、あとタオルを振るのも禁止とか、だから応援団も禁止だよ。そう、応援団もっていう、ということはやっぱマスクして感染っていうことになるんですかね。声も出せないよねとか、ああみたいな、こう。でもね、感染が半分以上超えたら収まるっていう説があって、どっちのコロナの感染ですか。ああ、はい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 。コロナも考え出すと人を殺さなくなると。本当ですか。だから共存共栄でいかなきゃいけないからっていう説がある。あるんですか、うん、あとは薬がもう開発されたらっていうところですか。開発はされない。そうなんですか。開発されないよ。1年2年かかる。そんなにかかるんですか。まあその試験的に使ったやつが、はい、まあ良ければそうなるかもわからないけど、それ認可されてないわけでしょ。まだ認可するのに時間がかかる、実験だとかそういうの。だからそんな特効薬っていうのはなかなかできないって言ってたよ。なんかそれを考えると、うん、今年スポーツ観戦どうなるのかなって、まあ、オリンピックのこともありますけど、まあ、野球とかも、ね、仮によ、はい、オリンピックで今ヨーロッパがひどいじゃない、はい、ヨーロッパ選手団とかさ、うん、来たもうファンが押し寄せたら、うん、日本もパニックになると思うよ。日本が一番 の、 その中国を越して一番 の、 その感染になる確率は高い。もちろんありますよね、うん、そうなった時のこの日本の経済もそうですけど、そのスポーツ界に与えるダメージっていうのもちょっと今年相当な。まあそうだね。でそのプロ野球に言ってみれば、その開幕がずれた分、じゃあまあオリンピック開催されるとして、じゃあ日数、試合数って、いやだからオリンピックの時中断しないんじゃない。えいやでも日程的に中断してたらダメ、もうやっぱ日程消化できない。でクライマックスシリーズをなくそうかっていう、じゃあもう優勝したチーム同士がもう日本シリーズそのまま行くって言ってるんだけど、そうなってくると消化ゲームが増えるよね。
そうですね。で消化源が増えるとやっぱお客さんというのはかなり減ると思うよ、うん、これ交流性の試合数減らしてもしょうがないんですか。まあ、交流戦もやらなくてもいいけどね。もうこうなったら、こうなったら、うんうん、ただ、はい、この年はこっちが持ってっていうのがあるから、はい、だからなかなかやっぱこう交流戦をなくすっていうのも難しいけどね。そうですね。だからもう大赤字だよね、はい、無観客練習試合。そうですよね。もうそうなってくるとお金が入ってこないから練習試合って。だしプラスそこの球場で働いてる人たち、うん、その、 あのお店出店する人たちも会うと、そう、赤字になってしまうっていう。いや、もう思いっきり赤字だよ。いや、だって店開けたって人がいないわけだからさ。そうです、開けれないでしょ。開けられないってことになりますもんね、うん、これは経済的な打撃っていうのは相当あるよね。ありますよね、うん、ただまあプロ野球はいずれにせよどこかではまあ開幕するじゃないですか。でも開幕できなかったのが選抜。そうだな。いや、ちょっとまあ、なんて言うんでしょう、私はかわいそうって単純にそこだけ思ってしまって。あのね、はい、甲子園出たやつと話をしたんだよね、はい、で甲子園その人は経験してるじゃない、うん、俺は経験してない、うん、一歩手前まで行ったの。あと1試合勝てば甲子園っていう、うん、でもそのあと1試合を勝って出場権を得た人、子供たちでしょ、はい、もうね胸が詰まるよ。星豊さんがその立場だったの、高校球児の。いや、諦めきれない。そうですね、もう諦めきれないし、泣いても仕方ないけど、うん、やっぱ涙は溢れてるんだろうね。ですよね、うん、ただそこで自分の気持ちを言うと、例えばツイッターでね、うん、いや今世の中がこんなことになってるのにそんな出たいって言ってっていう批判を受けちゃうのかなとか高校球児たちが思っちゃって、うん、もうでも出たいっていう気持ちは言ってもいいと思うよ。言ってもいいですか。ただやっぱそのもう世界情勢になってるからさ、うん、それが、うん、だから仕方ないっていうのを分かってても、うん、そこを目指してやっと出れるっていう高校もあるわけよ。選抜でその推薦枠で出るっていうところは、うん、あっていう夏とか目指せるのかな俺たちとかっていう。いや、もう目指すしかないしけどさ、あ、まあ、だけど俺はどっかでやってほしいなと思うよ。豊さんの考えではどこでこう やるといいなとかって。まあ、例えば、はい、夏が終わっても冬やるとかさ、うん、おー、俺どっかでやっぱ甲子園の土を踏ましてあげたい。冬の甲子園、その場合3年生は出られる、うん、出れる、出れるよ。出ても OK にして、 OKOK、 それ受験がある子はもういいって言うかも分かんないけど、うん、だけど俺はどっかでやらせてあげたい。なんかその高野連もそのどうにかしてその甲子園の土を踏ませたいみたいっていう風なことは言ってるじゃないですか、うん、例えばなんかその夏、夏をこうあれするの、うん、それは無理だよ日程的に。まあ、難しいは難しいですよね。それは無理無理だとしたらもう冬で、まあ、甲子園球場冬使ってないところでなんかこうちょっと。でもそれって主催が違うんだよ。あ、そっか、春と夏じゃん。だから春の選抜のチームを夏に組み込んでいくっていうことは無理です。もう大人の世界だから、ね、そうですよね。ということは例えば冬に開催したとして冬の優勝校ってなるとこれなんか、なんか嫌なことにつながるんですか。いや、俺は子供たちが一生懸命3年間ね、うん、汗水垂らして頑張ってきた成果が、うん、まあ、甲子園だったとするとね、うん、やっぱもうそれだけはなんとかね、うん、やらしてあげたい。あ、そうですね。だ、夏は夏でいいよ、もう終わっていいから、はい、夏の後に選抜が決まってたチームはやるとかさ、うんうんうん、そういうことをやらしてあげたいね。何かの形で絶対ね、かからせてあげたいですよ ね。ちょっとここに来て野球界も、まあ、スポーツ界もそうですけど日本全体もちょっとバタバタしてますけれども、まあ、4月のねちょっと開幕をプロ野球は、まあ、高校野球って元気にしてくれる、くれるじゃない。高校野球はね、そうなんですよ ね。そうなんですよね。ただあの選手たちがね、うん、本当に元気なくさずって言っても難しいかもわからないけど、うん、もう本当に頑張ってほしいと思う。もうこのなんていうの、青春の時って帰ってこないでしょ。いやー、ないですね。な、うん、だって同じチームメートで3年間やってきては、まあね、もう戻ってこないし、戻ってこないし、うん、でも高校生活っていうのも
もう出たら本当に我々の年になったら懐かしく思うでしょ。思います、すっごい思います、ね、うん、振り返るのも欲しいし、まあ、大学部分だったら大学時代とか、うん、まあ、高校時代が一番思い出に残るかな、うんうんうん、そうですよね。だからいい高校生活をね送ってほしいと思うね。そうですね、はい。